阪神タイガース VS 広島岡田監督コメントまとめ。村上に勝ちをつけたかった。まあ自責0やからな、勝ち投手な、0で負けたらな。7回8回はチャンスだった。なんかちょっと広かったな。近本のも簡単に見送ったやつもなんか。今日は判定もあったか、空ボールばっかり振ってるバッターやからな。空そうやで、選球眼の A バッターやったら。審判も人間やからボール言うかもわからんで、そら人間やから審判も思いよるよ。こいつは絶対ボール触れへんってなればボールなるよ。そういう意味では味方につけなあかんわ。審判も2点差で切り式投入したのも勝ちに行くため。いやそらわからんから、打順的にもな、1番点入る打順やったしな。中野の1試合2失策も珍しい。シートかぶせた後は気ぃつけなあかんねん。まとめ、自責点0の村上は勝ち星を与えたかった。審判団も人間だから味方につけたい。僅差ビハインドは何があるかわからない。